日本にこういう人がいるんだということだけでもぜひ覚えていてくれたら嬉しいです。そしてぜひまた会えるように僕の名前覚えてくれたら嬉しいです。そしてぜひ Twitter 等もよろしくお願いいたします。そして最後にあともう一個、ここからすごくすごく楽しいコーナーが先ほど見ましたがスタートいたします。で僕はもうあんまりこういった夢に憧れてこういうことやってます。あまり現実的な話好きじゃありませんので何も言いません。あとはもう皆さんが自由なイマジネーションの力を使ってこの中に思い浮かぶハピネスを入れていただけたら嬉しいなと思います。ぜひこちらの方にも温かいお気持ち、上の方からは誰も見てませんでした。ぜひですねこちらの方にもよろしくお願いいたします。皆さん本当に最後まで温かい拍手いただきましてありがとうございました。ぜひこの後も一日ゆっくりと、ラーメン博物館お楽しみください。皆さん本当に最後までありがとうございました。ありがとうございます。それでは